にちは。今日も始まりましたドラマチックシネマチック、シネマパーソナリティの松岡ひとみです。そしてドラマ映画プロデューサーの森谷武さんです。よろしくお願いします。こんにちは、森谷武です。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、今日も豪華な、ね、ゲストをお迎えしているんですけれども、はい、森谷さんは今なんかお忙しそうですね。いや、ちょうど今日ね、地元愛知県刈谷市の刈谷日劇で、はい、トークイベントがございます。はい、そうでございます。はい、この配信の直後ぐらいじゃないですか。そうですよ、そうですよ。はい、なので今は愛知にいるんですけれど、まあ、今回収録なんで、はい、そうですそうです。自宅なんですけど、はい。はい、そうなんですよね。実はリアルに今日配信は収録で別のところでやっていますが、行ってますが、はい、ね、今日5時過ぎからはご一緒するという、すごい不思議ですよね。はい、そうなんでございます。はい、でもその森谷さんの地元の愛知県の刈谷で、刈谷日劇というですね、はい、本当にミニシアターを、ね、愛してくださっている、ミニシアター映画を、ね、愛してくださっている映画館があるんですけど、はい、でそこでね、すごいですよ、もう刈谷に戻ってきた。はい、ミッドナイトスワンが今日上映され、はい、昨日からか、はい、上映されていて、はい、なんだかわからないですけど、凱旋トークイベントってなってますね。はい、僕が凱旋してるのか映画が凱旋してるのかちょっとよくわからないですけど。いやいやいや、これはちょっとね、支配人と盛り上がって、いや森谷さん呼びましょうよって勝手にやっちゃったというイベントなんですけれども、はい、でもいろんな方がですね、チケットを買いましたって言ってくださっているので、嬉しいですね。はい、後ほどお会いしたいと思います。はい、お待ちしております。お願いします。はい、さあ今日のゲストです。今日もほら2作品が私の後ろに、はい、ね、もう最近ね、すごいですね、2作品すごいな、うん、皆さん本当に精力的にね活動されております。監督作、ファニーバニーが4月29日の木曜日、そして日の丸ソウル舞台裏の英雄たちが5月の7日金曜日に公開予定の映画監督、飯塚健さんです。どうぞ。パチー、飯塚です。お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。監督、お久しぶりです。久しぶりです。ご無沙汰しております。はい、ご無沙汰しております。森谷さん、名古屋にですね、シネマテイクというまた素敵な映画館があるんですが、はい、うん、そこで渋川清彦さんとお二人で、2年ぐらい、3年ぐらい前にね、お越しいただいて、ね、はい、みんな貿易堂という映画でお世話になりました。はい、はい、うん、もう昼飲みをしました、二人で、はい、3人でね、はい、はい、さあそして森谷さんと飯塚監督はもちろん初めましてです。初めましてでございます。もちろんお名前は存じてますし、もちろん作品も拝見させていただいてるんですけれども、はい、僕も同じですけど、こうやってお話しさせていただくのは本当に初めましてのことです。そうなんですよ、ね、でもお知り合いがだってものすごく近くですよ。もう本当にすれ違ってるんじゃないですか、どっかで、うんうん、ありえますよね。ありえますし、例えば僕の作品のサムライブっていう映画があって、はい、それのカメラマンさんが小松隆さん、はい、で、今回ファニーバニーの、ね、そうですね、撮影をされてるっていう、はい、もうです、実は日の丸ソウルも小松さん応援にちょっとだけ来ていただいて、そうなんですね、はい、夏の部分だけ小松さん撮りに来てくれてる。ああ、そうなんです、夏のね、それこそね、日の丸ソウルの川島か、はい、カメラマンも、はい、アットムービーの作品を撮っていただいたりするっていうことがあって、つながってるんですよ。だって狭いっすね、豊橋映画祭に、3年前の豊橋映画祭に全員片思いっていう映画を上映したんですよ。上映させていただきました。ね、はい、ありがとうございます。それが加藤正也さんが、まあ、いらっしゃって、永田琴さんもゲストだったんですけど、はい、そうなんです。ね、時期が時期なら飯塚監督いらっしゃってましたね。そうなんだ。違ってる感じですね。はい。はい、そう、本当ですね。でも今日はまたご縁ができたということで、はい、はい、いろんなお話を聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。監督の
ね、映画は何かしら映画館から持ち帰ることができるという、後からもうじわっとくる作品がたくさん多くて、で今回もあの2作品が本当にほぼ同時上映ぐらいな同時公開ぐらいな1週間違いですからね、そんなご活躍の監督の、2作品はもちろん後ほどしっかりとお聞きしたいと思うんですが、うん、その前に監督を物語るドラシネをやらせていただきますので怖いですね、物語られるんですね、はい、怖いな、はい、だから飯塚監督がねの、はい、こうルーツが今の作品にどうつながっていくかみたいなことを、はい、そうですよ、はい、紐解いていく前半でございますんで、はい、紐解かれますじゃあ、はい、よろしくお願いします、はい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 、さあそれでは1本目に行きますね。1985年公開のアメリカの映画です、バックトゥーザフューチャー、はい、ロバート・ゼメキス、言わずと知れた名作でございます、ね、いや、はい、これ1985年公開ですが、うん、いつ頃ご覧になったんですか。いやもう10歳とかだと思います。お、正確に何歳っていうわけじゃないです、もう絶対小学校の時で、はい、まあ、テレビ、ね、はい、金曜ロードショー的なことだと思います。金曜ロードショー的なことですね、きっと。何回もねやってますけどね、はい、何回も実はご覧になってるって感じですね、多分人生で一番見てる映画ですね。ワンツースリー問わず、でスリーは劇場に行ったんですけれど、どんなところがやっぱりこうハマりましたか。もう何もかもなんですけど、毎回ちゃんと発見があるというか、あここ、はい、伏線何回みたいなこととかがいっぱい、なんかもう何ですかね、はい、宝探しみたいなこう集めていく感じっていうんですかね。それとか、あ、素敵、はい、あのやっぱ子供ながらに見ててもなんか楽しそうなんですよね、うん、お芝居してる人たちが、なんかこれはプロになってすごく思うことですけど、うん、なんかこうお芝居って一番手前にあるのって楽しむってことなんだよなっていうのがね、まさ、うん、ありますよね、うん、そうですね、それがなんかやっぱりそれが基本ですよね。そうですね、大前提です、ね、はい、毒なんかすごいなんか、はい、もう楽しみすぎじゃないっていうぐらいやってらっしゃるから、なんかそれ見てるだけでこっちが元気になるというか、ね、うん、嘘こけなんですけどね、いろんなことは、今見てたんですけど、でも、まあそうですね、なんでしょう、あのビフとかものすごい僕好きなんですけど、あの2でこう、うん、まあなんつうんですか、大金持ちになって、はい、その自分のこうマッチ作るまで調子に乗るじゃないですか、この名前とか写真入りのマッチまで作るんですよ、はいはい、マッチね、うん、まあやるんですけど、なんかなんとなくその頃なんてもちろん脚本のあり方なんか全然知らないんですけど、はい、まあ、これは絶対どんでん返しになるんだよなっていうのが分かるわけじゃないですか。はいはい、絶対分かるんですけど、うん、なんかそのそこまで調子に乗るんかみたいなところとかも含めて好きでした。とても。そうですよね。はい、いや、なんか今でも見てもね、なんだか初めて見たような感じで見れるというね、すごい作品だなって思いますけどね。うんうん、じゃあこの頃、はい、映画監督は目指すとかですね。あら、はい、もう本当にじゃあもう 10歳くらいからそんな気持ちに、まあ、遅くてもなんか中学生ぐらいには思ってたみたい、まあ、すごい見たいっていうのはあのそのだんだん記憶って怪しくなるじゃないですか。はいはい、それはそのなんつうんでしょう、塚本晋也監督みたいにこう何歳からフィルム回してましたみたいな、うん、かっこいいエピソードは持ってないんですよ。持ってないし、はい、僕群馬県の渋川市ってとこだったから、あの映画館も別に街にないので、はい、うん、となるとやっぱ相橋だったりとか、それこそ高崎映画祭の高崎、はいはい、なるんですけれど、まあなんか小学生の頃だとそんなやっぱ父ちゃん母ちゃんと行くっていうのだったと思うので、うん、映画ってそんなになんかこう毎週末行ってましたみたいなエピソードもないしいつ言ったっけなっていうの怪しいなと思ってたんですけど、うん、それこそあのひとみさんとお会いするきっかけになって榎田望月堂は
地元で映画を撮らせていただいた初めての作品なんですけれど、ね、渋川市で、はい、そうなんですよ。その時に、まあ、本当に20年ぶりとか、うん、同級生とご飯を食う機会があったりとかして、はい、わ、これは人生はすごいななんて思いながら、みんなね、その母ちゃんになってる人、父ちゃんになってる人がほとんどなんですけれど、うん、その時に、いや、なんか僕はやっぱ中2の時にはっきりと言ってたよっていうのは言われたので、その頃からちゃんと言ってたんだなっていうのは、ちょっと確証が持てたのでよかったなと思いました。だから周りが覚えてたってことですよね。そうですね。あいつ言ってたな、そういえばみたいな。相当熱く言われてたんですよ、きっと。いや、そんなにないですよ。全然そんななんかね、かっこいいエピソードないんですよ、映画監督。いや。なんかだって映画監督って何する人かよくわからないですからね。いやいや、映画プロデューサーの方がわからないですよ。何もっと今でもたまにわからない時がある。うん、確かに。いやいや、でもなんとなく作りたいなっていうことが思ったんですよね、きっと映画を見て。そうです、こういうのがね、うん、そうです、こうやってドキドキさせたいって思いました。あ、素晴らしいことだ、素晴らしいな、そうですよね。まあ、じゃあその頃はポップコーンとコーラ持って、ね、映画館に行って楽しんでた、はい、でもね、はい、飯塚少年はその頃からもう映画監督になりたいなと思っていた。これはすごい話です ね。 ね、うん、いやついてないですからね、本当についてないですよ。はい、大丈夫です。あの、渋川市に行ってその地元の人に裏取るとかしないから大丈夫。大丈夫です。大丈夫です。はい。はい、さあ、それでは続いてですね、飯塚監督を物語るドラシネ2本目ということでですね、はい、1997年公開の日本の映画、うん、バウンズ・コキャルズ。はい。ということで、原田雅人、ね、監督です。はい、うん、おー、これは面白かったで、これいつ頃にご覧になったんですか？うん、20代前半だと思います。うん、10代後半かもしれないですけど、うん、それぐらいの頃です。あら、はい、20代後半、あ、このところにはだってもう映画監督を、あ、いや、10代後半か20代前半、あ、そっかそっか、20代前半、はい、あ、そっかそっか、はい、これでかなりこう、はい、何か気を、あの、影響されたとかっていうのはありますか？どういうところがポイントでハマったんですか？これはお芝居なのか何なのかっていうのが分からない瞬間がいっぱいあって、はい、特にそれが村上純さん演じる、うん、まあ、風俗のスカウトみたいな集団がいるんですよね、うんうん、渋谷の街をこう歩きながらふわふわした会話をしてるんですよ、うん、このふわふわしてる会話ってどうやってやってるんだろうなっていうのが当時僕は分からなくて、はい、で、この録音技師が中村純さんという人なんですけれど、はい、まあ、岩木さんだったりとか、うん、まあ、まあ、録音部の、まあ、重鎮の方々ですね、はい、で、僕デビュー作でお世話になってるので、ええ、そこで純さんにこれどうやって撮ったんですかみたいな話とかを聞かせてもらって、はい、だからちょっと専門的な話になっちゃっても大丈夫ですもんね、うん、もちろん、あ、もちろんです、もちろんです。ワイヤレスマイクってつけるじゃないですか、はい、これが当時その2000年代の最初か1997年ぐらいの映画だと思うんですけれど、うん、でワイヤレスをもう8人10人ぐらいつけて同時にミックスしながら撮るってことってあんまりやってなかったと思うんですよね、当時。まだ当時はですよね、今はそこまでね、あれかもしれないですけど、うん、ということをやっていて、なおかつここに、ね、こうやって竿を立ててどうのこうのって、あの、渋谷の街の音を撮るということを、はい、教えてもらって、あ、だからすげえ生っぽいんだなみたいなことすごく感銘を受けた覚えがあって、僕の、あの、作品も割とこう人がおしゃべりするときにこう語尾を食っちゃったりというんでしょうかね、あの、うん、一人のセリフが終わる前に次の人のセリフが出てきたりとか、まあ、これってね、本当にあのそのまま撮っちゃうと編集とかでいろいろ問題が起きるやつなんですけれど、はい、そういう生っぽさっていうんですかね、はなんか多分この映画で学んだんだと思うんですよ。ああ、へえ、はい。女子高生の生な会話とか、これどうやって原田さん書いたんだろうなとか、すごく思いましたね。
そうですね、原田雅人さんの映画ってちょっとドキュメンタリックなね側面があったり多かったりしますんで、うん、確かにあのどうやってやってんだろうみたいなね、うん、本当に思いますよね、うんうん、ね、ちょっとそうですね、佐藤ひとみさんのね、あの、うん、その後は佐藤さんとお仕事結構されてますよね、うん、飯塚監督は一度だけですけど、ああそうなんですね、はい、そこそこドラマに出ていただきました。その時は あの佐藤ひとみさんだっていう感じで起用されて、あ、でも話しましたよ、俺バースデーって話しました、はい、今年も一緒だったので、感慨深かったです、本当に、いや、うん、本当あのね、社会現象になったそのコギャルというものをね、うん、軸に撮っていった作品で、うん、まあ、名作だと思います、うん、今でも本当に、うん、いや、すごい作品だと思います、ね、なんか これバウンスのポスターですよ、これ、え、あ、本当だ本当だ本当だ、あ、本当ですね、主催なんですけど、いや、パリ影響を受けてらっしゃるんですね、大好きですよね、これ、うん、いや、だんだんちょっとね、森谷さん飯塚監督の作品に、はい、こうなってきてますよ、こう言ってますよ、こういう風に言ってますよ、てていや、これじゃあ続いてのね作品に移らせていただきますが、はい、これはねちょっと私絶対もう今の監督に影響を受けている作品だと思います。3本目は2014年公開のセッション、はい、セッション僕も大好きですデミアン・チャゼル、はい、いや、もうこれはじゃあリアルタイムでご覧になってる、そうですね、もう劇場に来ました ね、はい、ま、あのね、監督はやっぱ音楽をテーマにした映画とか本当にあの音楽もとてもね、こだわられると思うんですが、いかがでしたか、このセッションの、このセッション、 まさにセッション、はい、音楽と映画のセッション、なんかなんでしょうね、こうアメリカ映画のなんかアメリカ映画っていうとそういうイメージされるものがみんなそれぞれあると思うんですけど、はい、でもなんかその規模感っていうのがまずすげえアメリカ映画っぽくないっていうのがまずそうでしたね、あって、わかるわかる、はい、こんなになんかこう人間が人間うわーみたいなことをやってるだけと言ったら変なんですけど、ね、ものすごく語弊ありますけど、それだけでこんなに進んでいくんかいっていう話をやるんだってことも面白かったですし、あのちょうどこの時にあのいろんな対策も目白押しだったんですよ、うん、インターステラーだったりとか、うん、あの辺が確かそうだったと思うんですけど、はい、インターステラーも僕大好きなんですけれど、うん、あのああやってすごいいろんな CG とかもうね、今はもうそうですけどどんどん進化していろんなことできるんですけど、うん、このいろんなことできないことやってるっていうか、セッションってもうここから本当に血を流すまでドラムを練習しない限りあれはできないってことをやってると思うんですよ。やっぱ そのなんか圧力みたいなのが画面から溢れてるのであの、あ、これは本当だなってやっぱ思わされたですよ、うん、この努力は本当だなっていうのが元からね、叩けた叩けないとかの問題じゃなくて、うん、こ本当にこうなんかあの、うんうん、悪金テンポってすげえ言われるじゃないですか。あの感じでこれ本当にやられたんだな、年単位な説得力がすごかったので、はい、うん、はい、いや僕もあれ忘れられないのは、主人公の彼がこう急いでこう車で、ま、向かっていく途中に事故るじゃないですか、うん、はい、あれそのままガーってワンカットで本当に事故ってるかのように車内のカメラで見せるっていう演出があったと思うんですけど、うん、びっくりしました。こんな映像を見たことないっていう。へ、なんかそういった意味でもこういろんななんかこうあのチャゼルの監督のあの実験も入ってて、そうですね、すごいなと思いましたね。うん、僕もかなりあの影響されてる映画ではあります、うん、びっくりしました、びっくり、びっくりする、いろんなことにびっくりする、はい、ずっとびっくりしながら見てました、はい、もう本当に、いや驚きですよね、いやいやいや本当これは多分ね、監督もちょっと影響された部分もあるんじゃないですか、もちろんなんか影響というか勉強になったというか、なんかやっぱり芝居を撮るのが一番真ん中にある映画だと思うので、いろんなね、うん、CG やろうがなんだろうが芝居ダメな、うん、ダメだよっていう
本当の、本当になんかお手本のような作品ですよね。そこをなんか僕らは何時間に追われたりとか、リハーサルがうまく取れないとかで、はい、まあ、ちょっとこう諦めがちな部分かもしれないんですよね。うん、こう天候だの、まあ、スケジュールだのってなるんですが、うん、いや何を撮ってるの映画ってって言われたら芝居だよってことの、まあまあ、お手本ですよね。芝居良くなかったらどんなにカメラワーク考えようともダメなもダメですよってすごく思いますね。うん、逆になんかどんな撮り方でもいいんですよね、芝居良ければ。そうですね、うん、乱暴な言い方になりますが、うん、なんかそこじゃないんだよなっていう、はい、芝居を演出できてセッションできて乱暴かなっていうのをすごく思いますよね、うんうん、そうですね、はい、いやね、監督のえ、まあ、影響というか、そのね、物語るドラシネ、3本目がセッション。さあ、はい、続いてですね、4本目に行かせていただきますが、はい、1999年の公開の映画、季節の中で、トニー・ブイ監督の作品です、はい。これは4本の映画でしたっけ？オムニバースみたいになってましたっけ？ちょっとこれは、そうなんですよ、群像劇ですね。あ、群像劇。オムニバースではないです。一つの長編作品なんですけど、はい、ちょっと視点が、まあ、5人ですかね、変わるんです、ね。変わっていくっていうね、はい、作品で。そうですね。ね、サンダンスの初グランプリの作品なんですけれども、うん、監督はこれはいつ頃ご覧になって、はい、またあのポイントをぜひぜひ。うん、僕は初めて。で映画を撮らせてもらったというか撮ったのが2001年なんですよ。はい。それがサマーヌードという作品なんですけれど、うん、それが前2003年に公開しているので、はい、デビューは2003年なんですけれど撮ったのが2001年、はい、この間ぐらい、はい、ああ、はい、いろいろあって公開できんのかできないのかとか、まあ、いろんなことがあったので、まあ、デビュー作、まあね、ちょっと自主映画に毛が生えたような感覚でやってたものなので、はい、まあ、大変だったんですよ、いろいろ、うん、できる、うん、はい、まあ、初めての現場なんですけれど、うん、まあ、なんだろう、自分が感銘を受けたスタッフ、さっき言った中村純さんだったりもそうですし、うん、カメラを永田裕一さんにお願いしに行ってとか、うん、で編集影秀一さんにお願いしに行ってとかってやったんで、うん、映画の作り方っていうのをこう、なんでしょう、周りのメインスタッフみんな50代で、僕21、2なんですよ。だから30歳も上の大先輩たちと日々喧嘩しながら作ってたので、もうヘトヘトなんだよね。そういう時だった。ですよね。いっぱいいっぱいですよね。はい、いっぱいいっぱいですよ。いっぱいいっぱいです。はい。そういうのがあったりとか、はい、でそのいっぱいいっぱいの思いして作ったものだけど、まあ、いろいろあってこう公開できるのかできないのかみたいな時だったんですよね。うん、で、ワウワウで見たんですよ。あ、ワウワウさんでやってたんです。はい、この、はい、だから多分サンダンス特集か何かかもしれませんね。ミニシアターとか、はい、なんか何日間かの中で、例えばこの年だとパイとかやってるんですよね。うん、パイ、はい、パイ、あの路上にパイって書く宣伝が話題になった、はい、あの、はい、数学の、ね、パイ、渋谷の街中、ね、パイだらけでした。ですよね。あ、懐かしいな。たまたま見たんですよ。だから、もちろん知らなくて、この作品って決して今でも有名な作品じゃないと思う、配信にもないですからね。ないですね。うん、ないですね。DVD とかも多分、廃盤とかそういう世界だと思うんですけれど、はい。で、それをたまたま見れたんですよね。で、なんとなく、なんでしょう、映画があんまり受け入れられない時期だったかもしれないですよね。そういう あんまり映画見たいなって気持ちになれない時期。それはどうしてだったんですか、ね、いや、なんだろう、悪い大人に騙されたと思う。簡単に言えば、まあ、そこ若かったね。いやー、いけないぞ、これ。なんか、そうだぞ、森谷さん。ね、ある胸が痛かったり、耳が痛かったりしてきますけどね。僕はそんなことしませんけどね。いや、ね、真面目だから。最初わからない。いろいろあるんですよ。せっかくお金集めたのになとかいろいろあって、そうなんですよ。それで、ただ、そこ、うん、いや、
メンタルの強さだけが取り柄だと思ってるので、へこたれてたまるかと思ってたんですけど、はい、とは言いながらも、一人でなったらやっぱりちょっと考えるわけですよ。うん、それで大丈夫かな、人生みたいなことがあって、うん、これ他の生き方考えた方がいいのかなとか。もうすごい考えちゃったんだ。はい、だやっぱそれはそうです。まだ分かんないですもん。交換もされてなくて、評価ってのはないわけですから、うん、何も。だから本当に分からなくて、でたまたま見たのがこの作品 で、うん、先ほどの群像劇なので、うん、いろんな人生、まあ、5つの人生が軸になって描かれてるんですけれど、うん、まあ、本当にベトナムの街を描いているので、はい、ストリートチルドレンの視点があったり、うん、ハス売りの、まあ、何でしょう、ご奉仕をしているような女性の目線があったり、うん、自転車のタクシーでシクロってあるじゃないですか、うん、シクロの運転手の目線があったり、うん、まあ、あとはこう風俗嬢ですよね、こうデリヘルかな、うん、確かなんかそういうことをやっている女性の目線があったりみたいな、はい、その人たちのそういう人たちの人生がこう絡んでいくんですけれど、うん、なんかその人生模様になんか素晴らしく打たれたんですよ、もう打たれたって感じです、うん、もう映像もそうなんですけれど、うん、あ、なんかこう、なんでしょうね、日本に生まれておきながら何をなんか贅沢なこと言ってんだとは思う。ああ、そういうことか。うん、すごく思いました。あ、だってストリートチルドレンの視点なんて本当物乞いしたりとかしながら、部屋も知らなくて街をうろうろしながら、なんかズタボロの布みたいなのをカッパの代わりにして拾ったものを集めて、まあ、ちょっと観光客にこうやって持ってって、うん、ね、買って買ってってやってるような、うん、本当にあるんだよなって思って、で、うん、そんなストリートチルドレン同士の、まあ、だから8歳とかの少年、はい、少女がちょっと、あ、この子とこの子きっとちょっと好きなんだろうなって思ったりもするんですよね、はい、だけどそれどころじゃないんですよ、うん、日々生きていくことで。そうですよね、はい、だからそれだけなんか、うん、こんななんか打たれてる場合じゃねえなと思ってやらないかんなって思いましたね、はい、そうですよね、はい、でも どんなに自分がすごいこう平和で幸せな、ね、状況にいるかって、まあ、生活ですけどねとかいろいろ考えさせられたんですね、きっとその時に。うん、はい、いやー、そうか、やっぱり映画って変えますね、いろいろこうね。そうですね、本当に豊かにしてくれますよね、本当に、うん、分かります。でも森さんもそういう映画ありますでしょ、もちろん。なんかこう吹き込んだ時に絶対見るみたいな。そうですねニューシネマパラダイスとかを見ると、うん、頑張ろうまたみたいな気持ちになりますよね。分かる分かる、うん、私はライフイズビューティフルっていう映画を見て、はいはいはい、人生を楽しくしようって思います、はい、イタリア映画の二大巨頭じゃないですかそれ。あ、そうでしたね、あら、ね、あら、そうだそうだ、はいはい、偶然にもね、元気にしてくれる映画ということで、監督の映画もですね、とってもね豊かにしてくださる、うん、心豊かにしてくれる作品が多いんですけれども、今回本当に2作あるということで、はい、お忙しい、この作品のたっぷり聞かせていただくんですが、まずはですね4月29日公開の、このファニーバニー、はい、あ、こっちですね、こっちですね、はい、こちらをご紹介していきたいと思いますけれども、これはもう監督がもともと2012年に上演された戯曲が原作ということになっておりまして、はい、で、まあ、とある図書館に強盗として現れた2人の愛くるしいウサギがいて、目的は絶対借りられない本を見つけること、え、何のことということで、あっという間にね形勢が逆転して捕らえられてしまうという、で関連した剣持という、はい、剣持と漆原とこの2人なんですが、事の真意が明かされていくという、まあ、お話になっていくんですが、二部構成みたいに、ね、なっておりますけれども、さてこれ2012年に上演された作品を、はい、9年後ですね、はい、映画化になった、これはどんな経緯があったんでしょうか。もともとなんかずっと何か映画にタイミングがあればしたいねって話はあったりなかったりがずっと続いていて、うん、で、はい、2015年の時にですね、はい、これと似た、なんていうんですかね、まあオリジナルなので、このファニーバニーという世界と
隣町みたいな世界観のリプレイ&デストロイという話を書きまして、はい、これを、まあ、山田孝之君とドラマでやってるんですけれど、はい、だからこっちの中にもファニーバニーの人物がちょっと電話だけで出てたりするんですよね。なるほど。そういうようなつなぎ方をしてたりとかするんですよ。だからまあちょっと年齢設定とかさて置いといて、このファニーバニーで中川大志くんがやってくれている役と、ケンモチ、まあ、そうですね、ケンモチという役と、そのドラマで山田孝之くんがやってくれた横山っていう役は友達だったりするんですね。あ、全然同じ世界で出てこないですけど、まあ、そういうつながりとかあったりしたので、2015のタイミングで1回とかってなったりとか、そういう意味でこう本当にあったりなかったりそういう時で、そうなんですよ。それで原作小説もそのドラマの時に出させていただいてたりとか、単行本をで今回は文庫って運びなんですけれど、そうなんですよ。 ありがとうございます。読んでます。じゃあ、はい、飯塚監督の世界の中ではこうつながってる2作って、はい、ああそういうことか、ことなんですね。そうです。なので、小説も高木がコメントくれてるんですけれど、あ、はいはい、そうですね、全部がつながるっていうのはそういう意味で言ってくれて、なるほど、そうなんですよ、うん、書いてありますよ、すべてがつながる飯塚ワールドの出入り口はここだって書いてあります。なるほど。そうなんですよ。そういうことか。くれたんですけど、そうなんです、そうなんです。ああ、もう今、ああ、もう膝打っちゃいます。はい、叩いちゃいました。はい、意外に他の今までの僕のオリジナルの、まあ、他局だったりとか関係ないところにもちょっと話題だけ出てたりとか、はいはい、そんなことはしてるんですよね。うんうん、いやー、なるほど、はい。いいですね。楽しんでますね。いいですね。まあ、そうですね。なので、いやいや、まあ、いつやるみたいなところってのは本当にそんなことがあったっていう。はい、そうだったんですね。はい、さあ、もう、もうね、森谷さん、いかがでしたか？もうご覧になって。いやー、暑かったっすね。暑い。暑い。ご覧いただいてありがとうございます。僕も自分で劇団やってたりする関係で、その舞台を、まあ、1回だけ映像化したこともあるんですけど、うん、まあ、舞台バージョンも見たいなって思っちゃいました。もう見れないんでしょうかね。いやねえ、再チェーンですから再演もあるんじゃないですか。ダメ、ダメ、なるほど。ダメ、ね、うん、いや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 、あるすごくなんか、なんだろう、やっぱ一言で言うと熱い、もう、うん、うん、グッとくる、うんうん、そういう作品だと僕思いました。中川大志さんが、うん、まあ、剣持という役をやっていて、うん、剣持語録、言葉がね、はいはいはい、すごいんですよ、うん、刺さりまくるんですよ、うん、なんだと思って、もう一つ一つでちょっと哲学的に言うんですけど、ちょっとなんか、うん、なんかちょっとコミカルな感じもして、中川さんらしいなみたいなね、はいはい、そんなとこもすごい素敵だったんですけど、うん、中川大志さんを主演、はい、親友役を岡山天音さんということなんですが、はい、このキャスティングはナイスな、ね、本当ナイス、ね、こうバディな感じだったんですけど、はい、どうでしょう、はい、まあ、先ほどでした、出て、映画化しようしないのこう、うねりみたいなのがあったときに、うんうん、やはり、まあ、この作品の剣持聡って、それなりに大変なんですよね、演じる側からしたら。ね、なかなか、まあ、カロリーがいるので、うん、で、なんでしょうね。そんな簡単に務まる役じゃないんですよね。うん、だから本当に何でしょう、遡ったさっきのドラマの山田くんぐらいな、彼が20代だったらあるよねって話を、うん、まあ昔それこそ彼もファニー読んでくれてるからのコメントなんだけどね、剣持をやるってそういうことなんだよなっていうのはずっとあって、はい、でその頃にもう大使に小説を渡していて、うん、からまあ全然高校生ぐらいだったと思うんですけど、おで一緒にいろんなことやったりとか、まあ、こういう重ねてきて、はい、それでなんか今のこの感じなら剣持を託せるんじゃないかななんて思って、で大使も大使で、まさか自分が剣持を やることになるとは思ってなかったですみたいなこと、うん、宣伝動画でも言ってくれてるんですけれど、はい、最初どちらかといえばそれこそ天音くんがやった漆原の方がやっぱ中川大志のイメージだと思うんですよね、うんうん、
でもそうじゃないところじゃないと、やっぱり剣持って何でしょうね、あ、この人なら分かるでは困るんだよなっていうのが、まあ、まずあったので、うわって、それじゃ捕まれないと思うんですよ。想像の範疇だと思うので、それこそ。なので、そこで、まあ、大使に託して、もう見事に答えてくれたと思うんですけど、その後続にこう、ね、やっぱりバディーものって、その、なんか、デコボコ感じゃないですか。そうですね。簡単な言葉で言えば、デコボコしてなきゃ困る。はい、はい。じゃあ誰だってなっていたときにですね、うん、まあ、アマネも本当に、彼のキャリアの序盤でご一緒しているので、はい。そうなんですよ。2013年だったはずで、放課後グループというドラマで、まあ、萩原みのりだったりもそうなんですけど、はい、はいはい、ポジションでやって、そこからもう一本だけ仕事してるんですけど、何かいつか、うん、まあ、再会できたらいいなと思っていたので、うん、そうですね。あまりがなんか並べた時にこうなんかビビッときたんですよね。いやーすごい。ここだよなって思ったんですよ。いやーもう本当になんかね、ちゃんと剣持のストッパーになっているというか、あの親友で彼のことを本当に思ってる、あるシーンがあるんですけど、止めるシーンが何か行動を起こそうとした時に、あの図書館のシーンですよ、2人のあのシーンなんかが本当にすごく素晴らしかったんですけどね。森谷さんは気になるキャスティング、まあ、もちろんこの2人はもちろんですけど、いやもちろんなんですけど、はい、まあ、もちろん中川くんのあの、はい、こういつにないお芝居の感じというんでしょうか、はい、やっぱ飯塚さんの演出とかその作品にこうグッと自分が近づけてきてるっていう感じだったり、もちろん素晴らしかったんですけど、僕はですね落合元樹です。ああ嬉しいっすね、森谷さん、よかったよね、素晴らしい。で僕実はそれこそ僕がやってる劇団スパイスガーデンっていう劇団 の, シャッフルっていう公演があって、うん、それこそ3チームをシャッフルするみたいな、あ、をやった時に元樹くんが出てくださってて、はいはい、でその時からうん、いい役者だななんて思ってたら、うん、まあ今回やられました。最高でしたね、本当に。落合元樹くんにやられた。ね、日の丸ソウルにも出てますけど、あれにもね、出てる、あれもやられる、そうそうそう、もう両方やられたね。やられた。うん、なんかね、持ってかれちゃいました。元樹くんはもう飯塚監督とは長い、最初やったのが笑う招き猫という作品で、あ、もう松井玲奈じゃないですか、玲奈だよ、松井もそうですし、まあ今ちゃんね、あれですけど文香もそうですし、そうですね、はいはい、あれは良かった、大好き、落合元樹いてっていう感じの、まあ、こちょこちょ喋るのってよくやってたので、そうですね、なんか変な言い方なんですけど、まあ、もっともっと評価されて叱るべき俳優なのになってずっと思ってたんですよ、はい、うん、はい、なんでだなって思ってたので、なんかそういうなんかフィルモグラフィーのなんかちょっと更新を目指したいって僕は勝手に思ってたので、なんか落合元樹もっとなんか全然すごいんだよなっていうのが出せればなと思ったので、出たと思ってます、うん、そう、なんかね、その飯塚監督の思いが伝わってきました。いや、そうですね、はい、うん、そう、元樹くんのね、もう歌も聴けますから、すごい、すごかった、本当すごかった、すごかったな、本当にね、はい、でも曲があるじゃないですか、最後にそのあ、まあ、最後にというか、はい、バンドで、はい、元樹さんたちが歌う、うん、バンドの、あ、バンドというか音楽を担当されたのが海田さん、海田さんでしたっけ、そうだね、そうですね、はい、はい、こちらはもう曲を全部作って、今回劇版も全部ということでされたんですか、そうですね、はい、はい、思いをやっぱりこう監督が伝えて曲ができたということですかね。まあそうなんですけども、うん、カイラさんとは17年ぐらい一緒にやってるんで、あ、そうか、長い、もはやって感じなんです、長い、でもファニーもその舞台もカイラさんですし、はい、そもそも、あ、うん、別になんかこう、まあ、いつも曲作るときは楓さんのとこ行って、うん、なんか一緒にやるんですよ、そう、ああいう歌物を作るときは、うん、だから楓さんが書いた曲聴いて、なんとなく言葉を僕が持ってって、なんか、うん、なんでしょう、音符数に合わせて調整していくみたいなことは一緒に作るので、
なんか特になんかすごくなんか綿密な話し合いがどうとかではない。もう分かるんですね。きっとね、何を考えているか、何が欲しいのか、すべてが分かるっていうね、わあ、すごい、ここもね、ナイスな、もう本当にもうね、タッグを組んで何年みたいなね、ところがあるんですが、さて、私と守屋さんが大切に育てております、はい、あ、育ててるわけじゃないか、勝手に育ってちゃんとしてくださった田中俊介がですね、愛知県出身なんですけど、田中俊介さん、ね、今回もとても、いい本当に素晴らしい役だったんですけれども、うん、田中俊介さんはどんな経緯で起用されたんですか？はい、オーディションでよかったからです。はい、おー、はい、オーディションで見させていただいて一番いいと思ったからです。はい、わー、一緒にやってみたいって思いました。すごい、うん、それは元バンドのメンバーの一人という役なんですけど、はいはい、藤井という役をやってますけど、うん、藤井でオーディションってことですよね。そうですね、藤井役でっていう、はい、そうです。藤井および新見をやったレイニ君っていうのもそうなんですけれど、そのあたりの何かっていう形でやりました。はい、なるほど、うん、はい、ご一緒されていかがでしたでしょうか、田中俊介俳句さん。いや、すごく真面目な男ですし、ちゃんと言ったことを考えてやってくれる男だなと思いました。はい、はい、いや、もうね、はい、これからも飯塚組でよろしくお願いいたします。母か、はい、私、はい、お願いします。父か本当ですね。いやもうね、愛知県ね出身になるとね、もうちょっと弱いんですよ、私たち、はい、本当にすいません。はい、まあ、あとそうですね、中華料理店のシーンとかも私も大好きなんですけれども、特にこう、はい、やっぱりまあたくさんありすぎるんですけど、今回映像でこだわった部分、一番こだわったっていうところを教えていただければ、うんうん、一番こだわった、まあ、全部なんですよ、もちろん、ごめんなさい、全部なんですけど、はい、まあ、特にここだけは、まあ、なんか譲れないのは当たり前か、うん、まあね、演劇館構造ですかね。要は始まってまた始まるみたいな、はい、演劇構造は一番こだわりましたかね。撮り方云々もあるかもしれないですけど、でもそれをやるってことは、なんか、はい、ここ伏線のカットですよってやっちゃったら、なんか、はい、はいって、なんかね、なんないと思うんですけど、でも、あんまりやらなすぎるカットだと、印象として植えられないから、はい、繋がらないわけじゃないですか。はい、で、それはすなわち最初のタクシーの止め方ってカットだと思うんですけれど、そうですね。これただ単にタクシー止めてるだけなんですけれど、はい、どれぐらいがちょうどいいのっていうのは、あ、映画のトップカットですし、はで、まあ、まあ、あんまり答えを言わなくていいかもしれない、その演劇だからこそこう撮ってるっていうのは、はあ、はい、小松さんにそれこそちょっとこれこうしたいっすって話とかをさせてもらって、うん、でやれる限りやりますみたいな感じですごく言ってくださって、はい、うん、いやそう、ちょっとじっくりまたいろんな角度からまた見たくなっちゃいますね、これね。ちょっともう一回見ないといかん。もう一回見ないといかん、これは。うん、ね、何度も見た方がいい。うん、面白いですよね。群像劇だからやっぱりいろんな席にめぐみさんところだったりとか、はい、森田心ちゃんの方から見たりとか、うん、ちょっとそういう見方ってやっぱり群像劇って楽しいですよね。うん、もうね、今日の今までお話聞いてると、ほら、群像劇が多分監督お好きですから。好きですね。ね、今ここつながってきてますよ。こう。つながってる。ね。ね、そうそう。で、ファニーバニーのね、予告編はね、なんかね、ドラムがすごい効いてるんですよ。セッションみたいな。あ、セッションみたいな。ちょっと気になったよと思って。さあ、もう一本いきますね。うん、そうそう、2本ありますからね。はい、はい、続いてはですね、あ、ごめんなさい。このファニーバニーは4月の29日から、ね、はい、となりますので、まずはご覧いただきたい、うん、木曜日、祝日ですね。さあ、続いては5月7日、金曜日公開の日の丸ソウル舞台裏の英雄たち。うん、これは、
いやいやいや、これも大いなる群像劇じゃないですか。本当にすごい。これは実際にあったお話、ね、はい、ですから史実に、ね、基づいてお作りになったと思うんですけれども、これは1998年の長野オリンピックで金メダルを獲得した男子スキージャンプ団体のテストジャンパーたちの実話が元になっているということで、結果はみんな知ってるんです。結果の話じゃない、うん、もうやられてしまったのはテストジャンパーたちのこういう話があったんだというところですよね、森保さん。はい、激アツですこれも。あ、もうごめんなさい、激アツ。いや、ごめんなさい、もう、ね、ごめんなさい、もう監督に聞く前に2人で喋りそうで、はい、すいません。やばい、いやいや、嬉しいです、嬉しいです。熱い、次は、はい、嬉しいです。これもちょっと、もうちょっと泣くので、森谷さん、僕も今やばい、ほら見てください、ちょっと進めてもらっていいですか、進めてもらっていいですか、もう本当ちょっと、もう本当ダメなんだこれ。これ監督はい、やっぱり僕もシムソンズってオリンピックの、はい、カーリングの話を作ってるんですけれども、はい、この長野オリンピックのこの日の丸飛行隊の話というか、うん、まあ、その裏にあったテストジャンパーたちの実話っていうのはどういう経緯で映画になっていったんですか。ですね、初めてこの話を知ったのはドキュメンタリーだったんですよ。はい、はい、普通にドキュメンタリーで、はい、まあ、そこをすごく大々的に扱ってたわけじゃないんですけれど、まあ、テストジャンパーっていう存在自体僕知らなかったので、それを見るまで。で、2090とかその辺で初めて多分見たんですね、うん、で、まあ、その時からもちろん、あ、このなんか、なんでしょうね、自己犠牲の精神って言いますかね、うん、まあ、すごく武士道に通じる感じがすごく漂っていて、これは何か映画にしようと思って、その最初見た時から思っていたんですけれど、明確にすごく思ったのが2011年なんですよ。2011年で、僕は荒川アンダーザブリッジという作品中に震災があったんですね。で、クランクインして10日です。10日経ってもうチームの感じとかもできてきて、うん、よしこれから走っていくぞ、うん、2ヶ月っていう時にすごかったですね、地鳴りの音とかも。僕ら茨城県にいたんですけれども、なんかもう忘れられないぐらい川の逆流していく感じとか、こうサイレンの数とかで、起きて次の日の一泊して撮ってた、で夕方に原発のことがあったんですね。で、風下なのでもうすぐ退避ということになりました。で、映画どうするこうするっていう時にいろんなことやっぱ考え、まあ、あの時考えなかった日本人はいないと思うんですけれど、僕が一番思ったのは、すごくこの映画でかかってるこの巨大な予算をまんま寄付した方がよっぽど世の中のためなんじゃないかなとか、すごく本気で考えましたし、これ何のために映画撮るんだこんなってすごく思いました。救命物資に当てた方がいい、全然困ってる人助けられるじゃないかって思って、でその話を、まあ、結論から言えば3月25日に映画の撮影を再開できたんですけれども、うちはありがたいことに、はい、でもその間どうするこうするっていうのは日々打ち合わせするしたんですよね。とにかく大々的にナイター全部やめようって話をして、電力が不足してるのに高校とライト入ってナイターなんかやっちゃダメだこんな時期って思いましたし、それを中に変えようとかっていろんなことやったんですよね。その時に何かグラグラしてる時にまた見直したんですよ、そのドキュメンタリーを。おー、舞台裏の話を、なんかそれは引き寄せられたんでしょうね。とにかく再生してそれを見て、なんか泣いたんですよね、すごく。これはでもこの話は伝えなきゃいけないなと思ったんですよ、これ今見たら、これを一番多くの人に一斉に届けられるのってやっぱ映画じゃないかっていうのもすごく思いましたし、これを寄付した方がいいんじゃないかって話をスタッフたちにもしたときに、いや、それは絶対に違いますよって言ってもらったんですけど、その他でできない届けるということが、監督は映画を作ることでできるじゃないですかってことを言ってもらえたんですよね。それは他の人にできないことなんだから、それはそこに俺たちついていってるんでっていうようなことを言ってもらったときに、なんかすごく吹っ切れたんですよ。で、このなんかいろんな人に勇気を与えられる題材は必ず映画にしようって思ったんですね。そこからが、まあちょっと
時間はかかったんですけど、やっぱりスキージャンプをやるってちょっと普通にやるよりもちょっといろんな規模感とかある程度大きくやっていかないと、こうちょっと予算が持たないので、だからしかるべきこう体制が整っていかないことには本当に取れないなと思ってたので、それがまあすごく一番いい形でやらせていただけたなっていうことなんですけどね。もう始まりから暑いじゃないですか、もう本当に。なんかもうちょっと今の話聞いてるだけでね、またグッときちゃってて、あれなんですけど、胸熱ですよ、本当にね。いや、まあそれでね、そんなに前から考えてらっしゃったっていうのは本当に初めて知ったんですけど、そしてまあ脚本を取られて、ほとんどね、もちろん史実に基づいてなんですが、オリジナルストーリーになってるじゃないですか、はい、で、まあ脚本は今回は監督は脚本は違いますよね。脚本 と一緒に話をしながら作り上げていったということなんですが、はいはい、じゃあちょっとキャストのことをですね、ぜひね、はい、お聞きしたいんですが、まあ田中圭さんよかった、はい、そして妻役の土屋太鳳さん、この二人ってちょっと夫婦で最近ちょっと見た映画がある、うん、そうそうそう、ドラシネでも紹介させていただいたね、作品にすごかったと思うんだからいやいやいや、ね、なんかね全然違っててちょっとびっくりしたぐらいなんですけれども、じゃあこのテストジャンパーの西方の役を田中圭さんというのは、はい、いつぐらいの段階だったんですか。これ撮ってたのが去年なんですけど、そのさらに1年半ぐらい前にはもうなんかある程度こう田中君でいきましょうっていう話をいっぱい重ねた後ですけどね、なってましたね、はい。で、タオちゃんは、半年前ぐらいですかね、取り出すなので、まあ、去年の1月とかなので撮っていたのが、そうですか。そうなんです。だからちょうど本当にそれこそコロナがわってなる寸前でクランクアップしてる感じです、すごい時期ですね。しかしね、東日本大震災から今度はコロナの時期にこう何かつながっていってますね、何かが。いや本当そうなんですよね。もうね、何か本当にね、今公開するに本当にふさわしい、ね、誰かのために、何かのためにすることっていう、このテストジャンパーの皆さんには相当監督はいろいろこう聞き取りというかインタビューをされたり取材をされたりしたんですか。そうですね、もう最初の段階で原田さんだったり西方さんだったりお会いする機会作っていただいて、本当にその当時もちろん斉藤さんだったり岡部さんだったりっていう、スキーの本当に日本ジャンパーの金メダルを取った方々皆さんとお会いさせていただいて、その時に泊まっていたロッジとかに連れてって行って、そこでお話を聞かせていただいたりとかして、プロットとかちょっとした初稿事件まで僕書いてるので、そこから広げていくときにちょっとこの話ちょっと監督に集中したいっていうのがあったので、他の仕事との兼ね合いもあるんですけどね、とにかくこう客観でいたいなっていうのは思い入れがありすぎるので、ですよね、ある中で話を聞かせていただいて、そうですね、だから原田さんに失敗ジャンプをした時は一番何を思ったんですかっていうのを勇気を振り絞って聞いたりしましたよ。だからうわーそうでしたか。いやだってそれは知らないと取れないなと思ったので。いやいやいや、もちろんそうですよね、だからみんな、俺じゃないよ、みんなだよって、金メダルを取った時に、これ本当に言われた言葉じゃないですか、それが今回で分かりました、今回で分かりました、私、この映画を見てわーっと思って、そこでもじわーですよ、じわーとなってしまったわけなんですが、その原田さんにそっくり、浜松さん、素晴らしかったこういうちょっと似すぎぐらい似すぎ、びっくりしたんです。良かったですね。
これはまあ、カメラを止めるなという映画で、もう本当に日本全国の方が、松さんのことご存知だと思うんですが、起用されたこの経緯というのは、オーディションですか？それはキャスティング会議なんですけれど、まあ、はい、森さんもよくご存知だと思うんですけど、やっぱりそういう、まあ、止め位置にいる役なので、誰にするか、こうじゃなきゃ、映画としてルックが良くないとか、あれこれあるわけじゃないですか。まあ簡単に言えば名前が通ってる人でそういうふうにしましょうって思ってね、いっぱいいろんな、とにかくいろんな会議があるんですけど、でプロデューサーの平野さんと、いやここになんかイケメンだからって置くのって絶対違うよなって話をなんかしていてですね、これは絶対違って、いや俺もそれはダメだと思いますって、まず原田さんは似てなきゃダメだと思いますって話をして、こんだけ顔がもうみんな知っていて、原田雅彦って言ってて、急になんかイケメンスラッとした人が来ちゃったら、もうなんか興ざめるなと思って、原田さんはもう原田さんに似てる人を探そう探そうって言って、で、ある時、確か結構急、何の流れもなしに、あーっつって平野さんが思いついたみたいなことをおっしゃって、で、会ってみよう会ってみようってなって、監督面接してよみたいな話になって、はい、いいしましょうしましょうっつってなったりして、ご挨拶してもらって、でしたら浜津くんがまたすごく朴訥とした素晴らしいよ、はい、なんか当時本当にあのカメ止めのなんか効果というかわーってなってる時だと思うんですけど、はいはい、全然ブレてる。お会いした時もなんか本当にシンプルな白い T シャツとジーパンで着て、うん、あもうそこで、あなんか好きって思ったんですよ、ね、原田さん感もうあるじゃんと思って、はい、ねえ素敵でしたね、ユニクロで来ましたって言ってたんで、あいいな、はい、いや本当になんか人間臭いというかね、本当にいい、はい、いいね、もうあ原田さんを演じられたなと思います、はい、でも森谷さんがすごい絶賛してた人いるじゃないですか、絶賛してた女性を、いや、ね、ね、小坂直さん、はい、ちょっと驚いてしまいました。あっていうか、すいません、僕的には発見でございました、今回。あーすごいすごい、はい、あれ、あこんなにこんなにこんなにお芝居すごく頑張るんだって、うんうん、なんかこう思っちゃいました、うん、はい、日向坂の方ですよね、そうです、はい、よかったです、暑かったですね、うん、本当に。いやまああんだけのね男性陣の中でこう一点というか形でやられてる中で、それなのにこれだけこうね、あの出してね、暑さがこう伝わってくる、うん、なんか女性キャストとして本当に素敵でしたね、うん、実在の方なんですよね、あの実在した方の役、はい、曽我さん、よしこさんといって女性ジャンパーの第一人者とされている方ですね、はい、うんうん、当時本当にあのテストジャンパーの中で唯一高校生の女性で混ざってという、だから葛西さんもその現場にいらしていただいて、あ、はい、そうでした か, お会いできたりとかして、あら、はい、そうなんですね、うん、いやあの実在の方といえば、あの聴覚に障害のあるジャンパーを演じた、はい、高橋さんを演じた、はい、もう山田裕貴さんがですね、ごめんなさい、これまた愛知県出身でございまして、愛知県出身なんですよ、もうまた私たちも子供のように思っているんです、はい、いやよかった、びっくりしちゃって、うんうんうん、もうあの登場カットで僕持ってかれました、いやいや、もう あのワンカット目でもう、そうやばいこいつ、いかもう今回山田裕貴やばいぞこれって思いました、もうずっと出てくるにずっと泣いてましたもう今も思い出してきちゃった、うん、どうしよう、うん、素晴らしかった、いや山田くんね、山田さんは本当にあのもうお世話になりまして、お世話になりまして、お母さんかそんなことないです、本当にお世話になりまして、いやいやいや、お父さんか、本当ですよね、はい、あのまあ彼とはお仕事もされてるとは思うんですけど、はい、はい、そうですね、はい、今回はどういう経緯だったんですか、今回はもう僕が本当にもう平野さんにここは山田裕貴が絶対にいいですって話をさせてもらいました、はい、はい、もう難役なので、なんかそうですね、うん、他に浮かばなかったんですよね、もう、うん、以外はなかったです、
いや、もうやっぱり声の出し方とか本当に大変だったと思うんですよ、うん、こう演じるっていうこと、うん、相当どうですか、彼も演じていくうちに、役を作っていくうちに悩んだりとかしたりとかっていうのはなかったですか？最初にですね、そういう本当に聴覚についての、はい、まあ、授業といいますか、本当の方々にいろんなお話を聞かせてもらう、ちょっと訓練じゃないですけど、あ、を僕も一緒に受けたんですよ。はい、で、あ、こういうこと喋るんですねっていう、こんな風に聞こえてるんですねっていうのも、うん、なんかもちろん言葉自体ではありますけれど、そうあって、だからそれを嘘つかないように、なるべく、うん、まあ、ただね、全部が全部嘘つかないってことじゃない、なくていいと思うんですけれど、うん、映画なので。だからそこの具合で、ただ、そうやって教えてまでくれた本当の人たちに、これはなんかやってるよなっていうふうに思わせちゃいけないってことだけ絶対のがまずありましたね。はい、その悩んだというよりは、その加減具合がどう聞こえますか、あ、これだったら大丈夫だと思うっていうのをすごくか、うん、なんか、うん、考えながらというコントロールしながらやったっていうのが一番ですね。そこの先に多分その感情の出し方とか、普段のお芝居のところっていうのがあると思うんで、その手前の作業ってすごく大変だと思うんですよ。だから普段には全くないプロセスを一個入れなきゃいけないので、だからそういうことをちゃんとまっとうに自分のものに寄せてくれるとか、引き寄せられる人じゃないと無理だなと思ったんですよね。それでまあ山田ゆきだなと。いやー、すごいな。いや、みんな、ね、そういうか感情面もそうなんですけれども、いろんなこと作り上げなきゃいけないんですが、なんといってもこうやっぱりこうジャンプした後にご自身でスキー も、はい、もやらなきゃいけないじゃないですか、うん、はい、全員がスキーを滑れるわけじゃないので、そのあたりはどうだったんですか、はい、皆さん。スキーはもちろん、まあ、これがやっぱすごくこの映画の一番難しいところだなと思っていたんですけれど、スキーじゃないじゃないですか、ジャンプなんで。まあまあそうですね。要は飛ぶとこなんかできるわけないわけです。はい、もちろんです。縦で言いますか、はい。それはそうです。ということは、スタート切るところと、せいぜい着地後というところ以外に、うん、なんか実際やれることはないんですよね。うん、だから本当にスタート切るまでは訓練してもらって、こう、命綱をつけてやってるんですよ、俳優が。やってます。で、まあ、着地後はね、こう滑るところっていうのは、まあ、もちろんやってるんですけど、そこが結局のところ、うん、さっきのセッションの話じゃないですけれど、テクノロジーを使ってジャンプをかっこよくカット割りして、なんかスタイリッシュにみたいなことって別にやろうと思えばいくらでもできると思うんですけれど、そこにカタルシスはないじゃないですか。かっこいいかもしれないですけど、そこを見せたいわけじゃないってなって、それが実際に自分たちが努力をして形にするボクシング映画だったりとか、はい、じゃあ矢口さんのシンクロだったりとかっていうのは、うん、あれは本当に練習をして、うん、俳優が描く汗で感動すると思うんですよ、うん、あとは単純にじゃあボディ打たれたら打たれたボディから顔とかっていうカットが取れるわけじゃないですか、うん、ジャンプは取れないので、うん、後にドラマを起こせないとなると、結局のところ簡単に演出的に集約するなら、スタートを切る時の気持ちと着地後の気持ちでどういう変化が起きるかっていう加減をどう演出するかだなとは思ってたので、うん、そのスタート、まあ、ジャンプ前とジャンプ後、特にジャンプ後ですよね、後にどういうカットを取っていけるか、どういう人が取っていけるかってことにフォーカスを絞ってました、うん、僕は、うん、そうですよね、いやもうね、ちょっと時間足りないちょっと延長していいですか？はい、あ、でもやっぱりこう飛ぶ前と飛んだ後のその気持ちの変化みたいなところを、その演出のポイントにされてるっていうのは、やっぱり確かにその通りというか、だろうなっていうふうに思ってたんですけど、まあとにかくやっぱりやっぱり全員が良かったじゃないですか、この俳優部の皆さん。僕、前田ゴードン君も素敵だなと思っちゃったんですね、やっぱり。
エージェントの方に連絡しちゃおうかなと思いました。長野さんに。すごい良かったって。嬉しいですね。はい、まあ、あとは、まあね、家族の部分、夫婦の。そうですね。すごく良かったです。本当にね、田部さんが演じている奥様も支えてたんだろうなって。そう。ね、もっと。すごい辛いですよ。辛いですよ、そりゃ、ね。でもね、やっぱりあれじゃないですか、こう奥様とかにも取材していくと、でもあんまり苦労話とかあんまり 語られないんじゃないですか。うん、いや、おっしゃる通りですよ。そうだよ。ですよね。だよな。逆に本当に奥さんも現場いらしてくれたり、この間の監督もいらしてくれたりとかして、娘さんたちだったりとかもいろんな聞かせていただいたんですけど、いや、でもやってるのは主人本人なんで、私たちは意外に気楽なもんでしたよなんていう。いや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 、そんなことはない。いやだ、支えるとね、タオちゃんの本当にこう見つめる、もう見守るね、うん、もうあれですよ、ずっとああいう目をされてたんだと思うと、うん、もうね、泣けてきちゃうんですよ。そうなんですよ、やばい、またいろんなこと思い出しちゃいますね、これ話してるうちに、うん、すごい映画ですね、これ。いやもうどうしよう、だからもう監督の映画をお持ち帰りがいっぱいなんですよ。困ったわ、もう本当に今日ちょっと私ダメだ。ダメだ宣言。自分でダメ出しだ。はい、はい、すいませんでした。え、いやいやいや、本当にこれ多くの人にこれ見ていただきたいんです。この日の丸のことはね、もう特にね、はい、もう本当に本当に。そうですね、大変な、ね、世の中の状況ですけど、ちょっと一人でも多くの方に見てほしいですね。うそうです、そうです。なんか、うん、なんか監督がおっしゃってたね、やっぱりその思いが、うん、本当に伝わるといいなと思います。うんもうこの映画見ていただいて、うん、今僕らがねこう置かれてる状況の中でも、うん、何かこうパワーをもらえる映画じゃないかなと思いますね、はい、そうですね、本当思います、うん、そしてもちろんファニーバニーもそうなんです、生きてれば本当にね、うん、想像ができるし、うん、もういっぱいいろんな剣持語録は今すごくこう響きます、うんうん、もう両作品もうね、もう映画館でもう2本立て見てください。はい、もうそう、両方始まってる時期だったらはしごできるから。そうです、そうです。ね、いいんです。もう、うん、コナンはずっとやるから。コナンは後でいいから。コナンはね、もうずっとやるの。もうね、そう、6月までやるから。もっとやるから。はい。ぜひ、この2本ね。はい。うん、はい、そうですね、じゃあメッセージを、メッセージというか、はい、そうですね、一言お願いしたいなと思いますので、よろしくお願いします。監督。はい、何でしょうね、本当に今コロナで不安なことがいっぱいありますし、悲しいこともね、そんな簡単になくなっていかないんですけれども、映画を見る2時間ぐらいは本当に何でしょうね、現実のことは一旦置いておく時間があっていいと思っているので、本当に楽しんでほしいなと思います。特に何でしょう、最前線で頑張っていただいている方々にね、本当にエールじゃないですけれども、うん、見てほしいなって思ってます。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。いや、本当今日はいいお話をねたくさん聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。こちらの飯塚健監督の最新作ファニーバニーは4月29日の、木曜日、日の丸ソウル舞台裏の英雄たちは5月の7日金曜日に全国の劇場で公開ということになります。でこのファニーバニーなんですが、英雄スマートパスプレミアムの配信も行われるということなんですね。そうですね、同時に、はいはい、そうですね、はい、すごい新しいぞ、ね、これも新しいですね、ね、どちらで、まあ、できれば映画でも、ね、映画館でも見て、そしてまたこちらの配信でも見て、うん、2回も見れちゃうというね、うん、はい、な2回じゃないですね、もっともっと見れちゃうということですね、はい、ということで飯塚健監督、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました、監督。またお越しください。はい、また来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いやー、激アツになっちゃいました。激アツですよ、本当に。もう松岡さんが途中から MC できなくなってるっていうぐらい熱くなってるから、ね、そう、なんかおたおたしてきちゃった。泣けてくるんですよね、なんか話してるうちに。なんだろう、まあ、すごいですよね、もうやっぱりソウル
ここに来るんですよ。ね。ねえ、パワー持ってますよ。うん、いや、本当に、本当に、バニーバニーもね。本当に、もうね、素晴らしい作品を今日もね、ご紹介できて、本当に嬉しいです。ありがとうございました。はい、ということで、ドラシネは毎週土曜日ですね、14時からお送りしておるんですけれども、はい、まあ、ちょっと、来週は、今度、若手？そうですね。若手さんですね。はい。ちょっとこう、応援系？ドラシネの応援系ですよ。若手育成応援系ですね。応援系だよっていう、はいはい、ちょっと楽しみにしていただければ、そうですね、はい、はい、また お知らせはツイッターの方でさせていただきますということで、はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、良いゴールデンウィークを。また来週。